ズームインジョブ。今日のゲストは山梨学院短期大学大学教授保育科の伊藤義輝さんです。こんにちは。大学教授保育科のお仕事はどんなお仕事ですか？はい、私が勤めているのは保育科というところですね。そこでは、ね、幼稚園の先生とか保育園の保育士さん、になる人たちを、教えている、保育者養成という、学校です。そこで私は美術を教えています。はい、大学教授保育科の先生として、これからどのような活動をしていきたいと思っていますか？そうだよね。やっぱりね、子どもたちがのびのびと自分を見失わないというか、自分を大切にして生きていけるような、なるような先生たちを育てることをまだまだこれからもしていきたい。子どもたちに一言お願いいたします。はい。Tさんは何しろもう未来そのものだから、自分が思ったこと感じたことをすごく大切にして自信を持って。そしてね、いろんなことを思いっきりやってください。そうすればね、失敗もするかもしれないんだけど、失敗するとね、すごい宝物がいっぱいできるから、その宝物をね、いっぱい持ってね、大人になってほしいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい。はい、では、伊藤義輝先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。